君はこの艦隊。指揮官様？ヘイ指揮官。無限の光年を超え、澄んだ夜空に輝く星々。眼で確かめ、瞳で見届け、天の空のきらめきを抱きしめてこそ、人のロマン。指揮官、レキシントン級巡洋戦艦、コンステレーションから挨拶を。こんにちは。くらえ。指揮官は散歩中？私？コンステレーションは星を待って。そうじゃなくて、風を浴びて気分転換しているだけだよ。無限の光年を超え、澄んだ夜空に輝く星々。眼で確かめ、瞳で見届け、天の空のきらめきを抱きしめてこそ、人のロマン。指揮官、レキシントン級巡洋戦艦、コンステレーションから挨拶を。はぁ、お帰りなさい。指揮官、ちょっぴり気が抜けているように見える？ごめん、昨日流星群を待機していたらつい。これぐらい平気だから安心して。初心者に進める天体観測ロケーション、公園か山頂かな。空いてる郊外、離れの浜辺もよし。一番進めるロケーションといえば、なかなか選びづらいね。本日の星座運勢チャンネルって指揮官は知っている？それを運営しているのは、実はこのコンステレーションなんだよ。どう？指揮官も今日の運勢を確認してみる？夜は星を眺めて、昼は休んでばかり。仲間たちの集いに参加できないことが惜しまれる。でも、どうしたらいいかわからない。はぁ。あれこれ考えたけど、やはり残業中の指揮官が心配。今日は指揮官と一緒にいよう。指揮官？コンステレーションはどこに連れて行くの？星を眺めるときに頭の上のものが邪魔にならないかって？うん、実は消すこともできるよ。ほら、こうやって。新しい任務が通達されたよ。指揮官、
対応すべき書類が少し多くて、どれから始めればいい？まずはこれ？それとも、難しいね。任務を手際よく全部こなせるのは指揮官ただ一人なのかも。指揮官、新しい任務があるよ。ついでに天文誌を持ってきてもいいって？もちろん。よし、無事に帰ってきた。これで安心できたよ、指揮官。そっか、指揮官もコンステレーションを他の子と一緒に寝踏みするんだね。指揮官は散歩中？私？コンステレーションは星を待って。そうじゃなくて、風を浴びて気分転換しているだけだよ。よし、無事に帰ってきた。これで安心できたよ、指揮官。委託組の仲間たちが戻ってきた。チャンスがあったら私も遠くに行きたい。灯火から離れた海の夜空、天体観測には最適のはず。星が見える、より遠い空の。しょうがない、一気に突っ込め。この感じ、例えるならば星々との開口。壮大で、おおらかで、高揚させてくれる。雲が集まってきた。星々はもういない。星空を眺め、正解を歩む。星々の輝きが暗くなっていく。ペナントナンバー CC2、コンステレーション。姉妹艦と共に歩めなかったのはいささか残念だった。出番を待ち遠しくしながら、いつしか星空を眺めるのが日課に。指揮官、母校の星空はどんなものなのかな？